7回現実の恐ろしい野生生物パークでございます。皆さんこんにちは。7回現実の恐ろしい野生生物パークへようこそ。このフロアでは動物の世界で恐怖を誘う存在について探求します。その姿は見慣れたものかもしれませんが、その力には驚愕することでしょう。マムシはマムシ酒や赤マムシドリンクが販売されたり、マムシを異名に持つ大名やスポーツ選手がいるなど、日本人にとって最もメジャーな毒蛇と言えます。本種の持つ毒は典型的な出血毒で、噛まれると患部が腫れ上がり激痛が起こりますが、人間に注入できる毒量は少ないです。被害に遭った場合は応急処置の後に抗毒素血清治療を受ければ命に別状はないとされています。しかしマムシの恐ろしいところは、被害の大小よりもその短さにあります。年間約3000件のマムシによる交渉事故が発生しており、特に多いのは7月前後です。この時期は妊娠中のメスが日光浴に出てくるため注意が必要です。しかし間抜けなものもおり、過去には土の子を探していた人がマムシに噛まれる事例もありました。マムシは攻撃の際にジャンプすることがあり、同様に幻のエビッチの子も飛ぶと噂されています。被害者は一瞬土の子かと思ったと述べています。これらの事例はマムシの郷愁が人間に驚きをもたらす特殊な例と言えるでしょう。クリクリした可愛らしい目に騙されてはいけません。クレオパトラが自殺に使ったとされるエジプトコブラをはじめ、アフリカには多くの毒蛇が存在しますが、最も恐れられているのはブラックマンバです。長い体が自慢のこの種はアフリカのジャングルに生息し、極めて凶暴で強力な毒を持っています。現地では噛まれたらまず助からないとされるほどです。さらに驚異的な瞬足も武器で、一説には馬よりも速いと言われています。最高時速は20キロ近くに達し、蛇として入れのスピードです。密林の中でこのような速さで追われた日には逃げることは不可能でしょう。ハブは南西諸島に分布する日本最大の毒蛇です。特筆すべき歯攻撃の速さであり、最初の一撃の次の瞬間にはすでに再攻撃の構えをとっているほどです。強い出血毒で、噛まれた直後は局部に強い痛みが生じ、次第に全身の細胞組織を破壊していきます。血清が開発されている現代では命を落とすケースは稀ですが、年間の被害者は沖縄県だけで100件前後と決して少なくありません。ハブノックが店頭に並ぶ理由も頷けるというものです。ところで意外な人物もこの蛇の犠牲になっています。その人物とは車トラジロー。なんとあのトラさんはハブに噛まれて亡くなっています。テレビ版男はつらいよの最終話で、トラさんはハブで一山当てようと奄美大島へ上陸します。山中でハブを捕まえようとするが、逆に腕を噛まれ絶命してしまうのです。この放送の終了直後、視聴者からなんでトラさんを殺すんだという抗議が殺到したといいます。本日のお話はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。企業博物館で。